はい、皆さん、こんにちは。参議院議員の音北俊です。今日の Vlog はですね、もう一つですね、本会議の質問に取り上げた、えー 休業保障について少しこれは試案という形で私個人の考えを述べさせていただきたいというふうに思っています。今、あの、新型コロナウイルス対策でですね、まあ一斉休校した、で、親御さんたち、まあ子供さんがね、学校行きませんから、働けない親御さんたちが出てきてしまう。その休業保障を行うということで、政府が今、頭使ってですね、いろんなスキームを考えています。ですが、今、小出しにされて発表しているスキーム、やり方ですと、まあ企業とかに勤めている人が休んだ場合に、企業がそれを保障する、まあそのためのお金を政府が出すということ ということで、非正規、まあ非正規雇用まではカバーするんだと思いますが、フリーランスとか個人事業主の方にはお金が行き渡らないという制度になっていてで、何らかですね、このフリーランスの方々にも行き渡るような方法を考えると、まあ3月5日表示点の時点では政府の官房長官とか政府の関係者は言ってるんですけども、まだその全容が見えてこないと。まあ何かやるんだと思うんですが、しかしこれはですね、結局やり方と、そして具体的に、具体性、やり方と具体性と、そして 発表、早く発表するということが大事なので、もうぜひですね、もうタブーなくいろいろ検討していただいて、政府には一刻も早く、この休業保障、お金がちゃんと皆さんに行き渡るんだよっていうことを発表していただきたいと思います。えなんでこんな焦ってスピードスピードと言ってるかというとですね、こういう局面って本当にもう市場、マーケットの心理ですからね、マーケットが一回こう心理が冷え込んでしまうと、本当とお財布も、紐がですね、硬くなってですね、お金がもうマーケットに回らない、つまり景気が悪くなるということなので、もうこれ何,もう何よりね、スピード、もうスキームを決めて、そして早く お金を手渡渡すすす一人一人ににるるようにするこれれが大事なんですねそれで私もですね先週からずっとこの休業保障のスキームというのを何が最適かというのをいろいろ考えてきたんですが私はですね、まあ、これは党内でも提案して議論している最中なんですけども児童手当。 これをですね、臨時増額思い切ってするのがいいと思っています。児童手当というのはですね、中学生までのお子さん、中学生までですね、そうですね、中学生までのお子さんを持つ子供の方々に一律で払われている制度です。0歳から3歳までは1万5千円、3歳から小学校終了までは1万円、中学生は1万円、ただ所得制限があって960万円以上の方になると5千円ということになるんですが、子供を持っている方々に政府から子育てありがとうというか、まあ子供、お子さんを お金かかりますよねっていうことで、一律に払われている制度なんですね。これ何がいいかというと、だって今回一斉休校に対する休業保障なわけですよね。だから子供を持つ方なわけですよ。そこにピンポイントでこれ支給されると。しかももうすでにある制度なんで、こう自治体とか、この政府はもう名簿というかこう持ってるわけですから、そこに対して増額を打てばいいわけなので、あの、 休業保障で助成金企業に出しますとかでもめちゃくちゃ手続きが煩雑なわけですよ。まず誰が休んでんのか把握しても自己申請なのか何なのか、こういうの申請してて企業も人事部がそれを取りまとめて政府のフォーマットに沿って申請すると。今もうすでに人事関係の私の知り合いからも、いやこれちょっとどうなるかまだわかんないけど、とんでもなく仕事増えるよねとやばいよねっていう相談をもうすでに受けてるわけですね。でも今ある既存のスキームやり方を使えばですね、そこの金額をちょんちょんって変えるだけですから、これかなり低コストで実現ができるということなんですね。で自動手当 というのが大体年間でですね給与総額2兆1600億円ぐらいなのでまあ一月あたり、えー、まあ2000億円いかないぐらいだと思います。これは仮にこの3月4月3倍にするということになってもですね1兆に足らないぐらいの財政出スでできるわけで、しかも相当な金額が増えるわけですからかなりマーケットも温まる家計も温まってマーケットにもお金が出ていくことになります。でこれねさらにいいところは細かな制度設計が割とできると思うんですよ。で一斉休校で去年小学生まあ小中 高なので、休業せなで小学生の低学年を持つお子さんだというふうに判断すれば、小一から小三の子供を持つ方々の1万5千円は3倍にして4万5千円にしますとか、4倍にして6万円にしますとか、結構細かく設定できて、すぐにそれがねお金届けることができるわけですね。で、この支給は一,一応3ヶ月に一遍っていうのが今の制度運営ですけども、まあこれは毎月出すとかすぐ出すということは、それほど難しい作業ではもちろんね手間はありますけども、それほど難しい作業ではないというふうに思います。で、まあ唯一のけっ 点は休んでない人にも支給されてしまうと小学校1年生の子供持ってるけど、私の会社は、えー、いろいろリモートワークとかできたし、えー、全然お給料も減りませんでしたっていう人にも、まあ、4万5千、1万5千、3万したで4万5千円とかいっちゃうわけですけども、そこはどう捉えるか、公平性の観点とかどう捉えるかですけども、それは私はね、今回はもう、車掌して、もう考えずに支給してしまうのがね、いいと思います。これはもう政治決断で賛否あると思いますけども、まあ、お子さんが休んだことで、仕事には行けたりとか、リモートワークができて、あの、給料は 変わんないかもしれないですけども、やっぱお子さんが家にいることで出る負担というのは確実に増えるわけですよね。給食もなくなっているわけですし。し家に子供がいて3食用意して遊びに行くとか。何欲しいとかゲーム買ってとかいうので増えるわけなので、まあ、そういうのも含めてですね。まあ、あの休業,休業しなかった方にも、これはもう子供持ってて子育て支援にもなるわけですから、もう一気に出してしまうと。そしてもう使える方はお金使ってもらって景気を回してもらう。まあ、休業保障であると同時に景気対策と割り切って、この事情手当を増額するというのも私は一つですね。妙手。 ではないかなというふうに思います。 まあこうしたもちろんもっといいアイデアがあればそれでやってほしいですし、こうしたらですね、まあ自動手当てってそういう使い方するもんじゃないよっていうのは、まあ、もちろんその通りなんですけども、まあ、こういう緊急事態ですから、官僚の皆さん、政府の方々にはタブーなくですね、こうしたあらゆる手立てを考えていただいて、もう迅速に生活者の皆さんにお金が届くように、この休業保障政策、経済政策を打っていただきたいなというふうに思います。なので、これ点につきましてもですね、私も引き続き委員会などの場で取り上げてですね、今3月5日ですけども、3月10日頃めどと言って おりますがもうとにかく一日も早く具現化するように求めていきたいと思いますので引き続き皆さんご支援ご声援のほどよろしくお願い申し上げまして今日の Vlog とさせていただきますそれではまた次回さよなら